ロッカー見ていこうかなと思いますが、気になるロッカーを決めとこうか。あれ、これって、あ、違うか。なんか上の部分レースっぽくなってた人のロッカーに似てるなと思ったけど、違うか。たまたまか。これかな。どうなってるあれ。すごいね。体が光ってる人に見えるな、あれ。へえ。あとで見てみよう。これステレオなのかな。ターンテーブルの上にウルトラマン的なものが乗ってんのか。イカのあの宅急便みたいなのかわいいよね。サザエマンだっけ、あの水色のやつ。何もない。おー、結構メリハリ効いてていいね。なんかモノクロ系にするのって割とあるあるだけどさ、なんかメリハリ効いてるよね。だから黒に黒とかさの人がまあ結構多いけど、叩き剣先だったっけ、あれ、あのロゴもいい感じに配置されてるし、この外側もなんかいい感じだよね。矛2個、矛2個、矛2個、すごい豪華だね。フル雑誌が置いてある。おお、このパターン初めて見たかもしんないね。なるほど。あれ、反対向きに向けることで、ただの、なんていう、ロゴとかがないやつになるわけだ。へえ。面白いね。へえ。この辺割と普通めな。あー、スケボーが斜め。で、ウルトラマン的なやつの足が片方奥側。何気にレベル高くない。なんかこう角度的な意味で。あんな風に入るんだね。あの、イカの赤、黄色、青のやつは可愛い、ね。フォトスタンドも今さ、最近っていうかもう何も入れてない人多いけどさ、あれよね、プライベートマッチのところとか、お散歩のやつで写真撮れるようになったもんね。なるか。あれで結構写真いいの撮りやすくなるんだろうな。割と普通めなろうか。詰め込みましたみたいな感じだな。そんな変わりはない。あ、なんか下のところはちょっと変わった。これサーモンの靴の上のあれ変わった。あんなんだったっけ。なんか右に向かってシュイーンって移動してるように見えるな、あの後ろのステッカーにより。変わってない。靴がいっぱい入って、この人も最近見かけなくなったな。アンミンさんも最近見ないの。この人切ろうかな、フレンド。変化なし。ちょっとフレンドもね、定期的に見直して。なんかごちゃごちゃしてそうで結構整ってるな。あ、なんかこの辺もなんかごちゃごちゃしてそうで、なんかなんて見れるなーっていう。多いな、こっちもこっちも。そういいね。これもなんかリアルな感じだよね、生活感があるというか。青系ロッカーか。スケボー、背景が地味な感じで、ちょっと派手なスケボーの裏側の差し色に使ったみたいな感じなのかな。なんかごちゃごちゃ系だけど、なんかでも一応考えて置いてあるような感じはするね。あ、これ気になるロッカーって言ってたとこか。
外側がなんかこのなんかよくこのなんていうの等間隔にこのなんていうのステッカーを貼っていくみたいなやつあるけどさ、あの三角のとこはポイントだね。あれやってる人はあんまり見かけないかもしれない。中もなかなか詰め込みながらも整ってるみたいな。モノクロ系か。渋いね。へえ。いやなんかあれじゃない。あのレベル高かったんじゃないけど全体的に。そんな気はしましたが、ちょっと一戦やろうか。いやロッカーもさ、こんだけもう日々見ていくと、やっぱ自分の中でこの、あ、それ、あの、例えばモノクロ系ねとか、あ、イカいっぱい配置する系ねとか、あ、ごちゃごちゃ系ねとか、なんか出来上がってくるな、パターンがあるよな。あの、あと、あれ、イカにゴーグルつけがちとか、あるあるがあるよな。その割に自分のロッカー上達せんのよな。参考にしながらまた作り変えたい。矢倉だからちょっとこっちの防ぐルートを先にちょっと整えとこうか。行くか。いやー、でんかったいやー、でんかったー。あ、飛べるか。ここまで行ったらもう割とダメ元で飛んだ方がいいよね。こっちから来る。ナイス。なんかちょっとあまり役に立てんかったな。まあいっか。勝てればよし。オッケーオッケー。ええぞええぞ。5人いいね。5人意外と矢倉の時に使いやすい。ちょっとあんまり前開けれんかったな。活躍はできませんでしたが、では終わりますね。チャンネル登録、高評価よろしく。ありがとう。